はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 11でスニッピングツールが使えない場合の対処方法についてご紹介していきます。スニッピングツールが使えない場合のまず一つ目の対処方法ですが、 Windows アップデートを行ってください。 Windows アップデートはスタートボタンから設定をまずクリックします。設定画面左下にある Windows アップデートの項目をクリックします。そして右上の更新プログラムのチェックを押していただいて、インストールされてない更新プログラムがある場合はそちらをすべてインストールして最新の状態にしていきます。Windows 11でスニッピングツールが使えない不具合に関しては去年の11月に発生していまして、その不具合を対処する緊急パッチというのがすでに出回っています。 Windows 11にアップグレードした後に、ここ最近 Windows アップデートを行っていないパソコンであったりすると更新プログラムがインストールされていない可能性があるので、 Windows アップデートを行って最新の状態にしてみてください。そして更新後にスニッピングツールが起動するかどうかを確認してみてください。 Windows アップデートを行った後もスニッピングツールが起動しなかったり使えない場合は、スニッピングツールを再インストールしていきます。再インストールするにはスタートから設定を開きます。そして設定画面の左側のアプリの項目をクリックします。続いてアプリと機能の項目をクリックします。ここでインストールされているアプリケーション一覧が表示されるんですが、このアプリケーション一覧の中にスニッピングツールがあるかと思うので、そちらを探していただいて項目の右側の点点点の部分をクリックします。そしてメニューからアインストールを行います。アインストールが完了した後はもう一度スニッピングツールをインストールしていきます。スニッピングツールをインストールするにはマイクロソフトストアを起動していきます。なのでスタートボタン右側の検索ボックスでストアと検索していただくか、もしくはスタートから全てのアプリ一覧の中にあるマイクロソフトストアを起動していきます。アプリケーションを起動したら画面上に検索ボックスがありますので、ここでスニッピングと入力して検索結果に出てきた切り取り領域とスケッチの項目をクリックします。そしてこの切り取り領域とスケッチのインストールのボタンをクリックします。そしてインストールが完了するとインストールのボタンが開くに変わりますので、この画面から開くを押していただいて、そしてスニッピングツール起動するかどうかの確認と、実際にこのスニッピングツールが使えるかどうかを確認してみてください。